Japanning Stories. Yo! あ、こんにちは。あ、こんにちは。私はシチタと思います。私はクリスティンと申します。はい。私たちは今日どうして日本語を勉強していますのについて話したいです。はい、そうですね。私たちはハイドラバードで英語と外国語を大学で日本語を勉強しています。日本語の2年生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、シチタさん、どうして日本語を勉強していますか？私は高校のから言語に興味を持っています。はい、あ、そうですね。その前にスペイン語を勉強しました。わあ、すごい。はい、私のスペイン語の先生は私に日本語について教えてくれました。わあ、すごいですね。今先生は何をしていますか？今、モンベイでドイツ語とスペイン語と日本語を教えます。わあ、そうですね。クリスティンさんはどうして日本語を勉強していますか？私は中学生の時からアニメを見ています。でも日本語について全然決めませんでした。あ、そう。はい、でも高校が終わった時、母が言いました。日本語を勉強した方がいいと。あ、そうですか。はい、じゃあ、クリスティンさんはアニメだけ理由ですか？日本語を勉強 している理由。実は私は翻訳者になりたいんでした。でも、今はちょっと声優になりたいと思います。あ、どうして？戦劇に物語のイベントをやりました。はい、その時先生が日本語の発音がいいと言いました。だから今、クリスティンさんの発音はとても上手だ。ありがとうございます。あ、だから先生が言いました、声優になった方がいいと。あ、映画、日本の映画で。はい。あ、そうですか。はい、シチタさんは日本の映画を見たことがありますか？はい、時々見ます。好きな、山崎賢人、知っていますか？はい、知っています。とてもかっこいいです。はい、とてもかっこいいです。はい、その方の映画、オタクに恋は難しいは先月見ます。はい、はい、そうですね。私は見たいです。私も見たいです。日本の料理が食べたことがありますか？いえ。いえ？忘れましたか？私は天ぷらが食べたこと。ああ、そう。はい。あ、忘れてしまいました。あ、いつでしたか？千賀記でした。天ぷらがとっても高いでしたね。はい。ちょっと恥ずかしいです。はい。でも本当にまずいでした。はい、インドの天ぷら。私は好きじゃないです。インドの天ぷらはまずい。でも日本の天ぷらを食べたいんです。はい。それはちょっと他に、天ぷらの他に料理を食べてみたいです。はい。そうですね。じゃあ、将来に日本語に何をしたいですか？将来には声優になりたいと思います。はは、声優に。はい、それに何をしていますか？それのために。それのためにはね、今はアニメを見ています。ディーモンスレイヤーというアニメ。あ、とても面白いです。面白いですか？私も見ます。はい、はい。じゃあ、クリスティンさんは日本人の友達がいますか？はい、いますよ。ヘロトックアプリで時々。あ、私も使います、そのアプリ。はい、はい、時々日本人と話します。はい、いや、その方の名前は何ですか？あ、ショウエンです。ショウエンさんです。はい、じゃあ何を話しますか？日本について話します。ショウエンさんは
勉強もします、そして仕事もします。まあすごい。はい、そうですね。それも言いました。みんな日本で勉強もします、そしてアルバイトもします。はい、アニメで見ました。はい、アルバイトで頑張ります。みんな、はい、そうですね。日本人はとても両力家です。はい、そうです。シチタさんは将来に何がしたいんですか？今考え中ですけど、はい、大学の後でも勉強したいと思う、はい、思います。ああ、そうですか。じゃあ一緒に頑張りましょう。はい。ジャプニングストーリーズ。よー